はいどうも、里中にチャンネルでございます。えー、今回はですね、Amazon でバッファローの、えー、セブンポートの USB ハブを買ってみたんですけれども、これがね、非常にアンバーが良かったので、皆さんにご紹介していきたいと思います。えー、っとね、実はもう、開けてね、使っております。もうここね、すっからかんでございますけれどもね、開けてね、使って、えー、もう2週間ぐらい経ったかな。えー、これまでは、 セルフパワータイプの4ポートの USB ハブを使ってたんですけれどもポートが4つしかないのですぐ埋まっちゃうんですよねマウスとキーボードを挿してあとはプリンターとこういうね USB メモリーこれ挿したらねもう埋まっちゃって他の機器がもう接続できないっていう問題があったんだけど、えー、7つもあるんでね、えー、余裕が出てきました。 えー、さらに言うとですねこの特徴はここにあります今から机の下側に潜りますねこうなってるんですよこここここれねこれ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  AC アダプターはいそうなんですまあ特徴はですねえー、ここに USB 自体に電源を流すことができてまあハードディスクとかスピーカー ここから直接電源供給するうセルフパワータイプの USB ポートということなんですね。えこれまで、これも今タブレット、これをまあディスクトップパソコンみたいな感じでね、使ったんだけど、えー、ここからね、電源供給直接取ってたんだけど、それだとですね、やっぱりパワーが足りない。うーん、こういうね、外付けハードディスクを動かそうと思っても、 動かないことがね多々あるあの読み込まないことがね、えー、何度もありましたそれで、まあ、その対策のためにも兼ねてセルフパワータイプを買ってみたわけですねで実際使ってみたらですねこれまで本当に挙動が不安定だったのが100%動くようになりましたこれ刺してもねすぐ認識するようになりますでその他にもスピーカーこれも違うんですよ えっとね、えー、前はですね、なんか知らないけども、ノイズが生えてたんですね。それでもう一個、AC アダプターを別で追加して、電源供給しとったんですけども、こっちにするとね、ノイズの入りがなくなってですね、音がきれいに聞こえるようになった。前はね、なんかこう、電源オフの時も、ピーっていう、なんとも言えない、なんか不快な音がしとったんだけど、それがね、なくなりましたね。 で、さらにですね、この USB ハブには、あのー、省エネモードがついております。何かと言いますとですね、ここのスイッチなんですよ。ここのスイッチ。ここのスイッチがですね、ノーマルとセーブというのに切り替えられるようになります。こっちに押すとノーマル。で、こっちに押すとセーブ。ノーマルセーブとかも切り替えられるんだけどね。え何が違うのかというとですね、えー、パソコンの電源が、 オフになった時に、USB の電源をね、止めてくれるんですよ、自動的に。アダプター差しっぱなしでも。そこが特徴ですね。例えば、ハードディスクとかスピーカーとかね、電源を使うもの、マウスとかキーボードとかね、その待機電力をなくすわけです。ここのスイッチを入れることでね、パソコンの電源がオフになったと同時に、こっちも自動的に切れてくれると。でも、 ここにもう2ポートあるんですよ。ここに2ポート。ここに5ポートあって、こっち2ポートあるんですけど、この2つだけはセーブモードにしても常時供給、電源は供給されるんですよ。えー、なんでそうなってるかって言ったらですね、えー、スマホとかタブレットとか Wi-Fi ルーターの電源を供給するとき、充電するときなんかにこういうポートを使うと便利なわけですね。 えー、パソコンの電源が切れてても、ちゃんとスマホとか、ルーターとかの充電はしてくれるよ、というものになってます。そこがまあ特徴ですね。でね、この7ポートの USB ハブの特徴はね、なんといっても形がいいなと思ってるんですよね。えー、それはなんでかというとですね、USB ポートの向きが上側にあるので、えー、片手で させるわけですよこれどういうことかというとですねえー、こっち側にあったら片手では刺せないですよね。<laughs> ということですよ。こう上,上向きだからねこうやって刺せるというところですね。うん、でもほこりが入るのが嫌だよという人ねこの上向きだからさここほこり入るの嫌だなという人はねどうすればいいかっていう時は 別にこっち側に向ければいいんですよ。形状が四角だから。まあ、四角だからこっち側に向けて使えば、まあ、ホコリがたまらないよというそういう使い方ができる。さらにねもう一つ特徴があります。この USB ハブって裏側にねマグネットついてんですよ。なので、まあ、パソコンデスクとかのこのフレームこういう金属のところにペタンと貼り付けて使うことができるわけですね。 しかもこれだと片手で USB ポートを挿すことができるし埃も入らない一石二鳥でしょこの辺りも秀逸だなと思うところですねまあこういうセルフパワータイプの USB ポートですねいわゆるハブ自体にねあの AC アダプターとして電源を供給することができるタイプのセルフタ,タイプの USB ポートって 値段が結構高いんですよ。特にセブンポートもあるとやっぱね4、5000円ぐらいしちゃうんです。ところがですね、このバッファローは2000円値段、値段がね2000円切ってるんですよね。すごく手頃な価格で買えるというところが特徴ですね。まあ気になる方はね、あの動画の説明欄の方にリンク貼っとくのでね、えー、またご覧になってみてください。まあご覧の通りね、僕は。 あのここにまあありますけどもここねこここれこれこれなんだけどもまあ 2-in-1 タブレットを、うん、モニターに挿してねデスクトップ PC 的に使ってるんだけど、えー、やっぱりねこういう使い方だとインターフェースが少ないわけですね USB ポートが少ないので、えー、非常に使い勝手が困るあとはこれですあとはこれですねちょっと取り切れましたけどもあのスティック PC これもね、USB ポートが1個しかない。拡張性がね、ないんですよね。そういう時に、まあ、こちらのね、ポート数の多い USB ハブを使えば、プリンターであったり、マウス、キーボード、ハードディスク、から USB メモリ、スピーカーとかね、えー、っと、そういった機器をつなぐことができます。実際ですね、私、このスティック PC 使ってた頃は、このね、セルフパワータイプだと、 ハードディスクドライブが読み込んでくんないんですよ。外付けのやつね。パワー不足で。でも、こういう電源供給してくれるタイプだったらね、こういったタイプでもちゃんと読み込んでくれる。こういうそのスティック PC とかスペックの低いものでも、まあ、デスクトップ PC とほぼ変わらない環境で使うことができるんですね。まあ今までね、ツインワンのデスクトップ使った、ツインワンのタブレット使っててね、 まあ、拡張性がないので使用に制限があったんだけども、まあ、この USB ハブをね買ったことで、えー、かなり、えー、使い勝手が良くなりましたこれも最初から買っとけば良かったかなと思ってねうんていうわけでね今回はこちらのバッファローのセブンポートセルフパワータイプの USB ハブ紹介してみました、まあ、興味のある方ね動画説明欄リンク貼っておきますので チェックしてみてください。というわけで、サトチュんチャンネルでした。